やってきました、ホイオン普通にプレイの時間です。今回はフランス降伏ルートで遊んでいきたいと思います。ご存知の方も多いとは思いますが一応説明しておくと、フランスは現在画面に表示されている国家方針ツリーの他にも、枢軸に降伏後に使える、ビシーフランスか自由フランスとしての別の国家方針ツリーを持っているのです。枢軸に降伏後しか見ることができないため、今までやったことはなかったので、今回初めてやってみることにしました。まあ、とりあえず枢軸に降伏するまでは下準備みたいなものなので、適当に南フランスに工場を建てて内政は済ましておきました。別に現在のフランスは本編ではないので枢軸と戦争になるまでバッサリカットです。現在の状況は史実 AI 音なのでドイツがポーランドに宣戦布告して連合国対枢軸国の戦争が始まっています。もちろんフランスも連合国に入っているので参戦したのですが、さっさと枢軸に降伏したいので軍隊は全部解体しておきました。さらに軍隊を全部解体したとはいえ時間が経てばイギリス軍が前線で頑張り始めてしまうので、マジノ戦もディシジョンから解体して弱くしておきました。さらに、まだ政治的準内戦の国民精神も残っているので、半年もすればパリも燃えて降伏することになるでしょう。さて、思ったよりも早く開戦からおよそ2ヶ月でフランス降伏です。ドイツ軍がなかなか旧マジノ戦を突破してこないので時間がかかると思ったのですが、南から来たイタリア軍がさっさと塗り絵を済ませてくれましたね。さて、そんなことよりもここからようやく本編に入るのですが、今回はとりあえずビシーフランスルートで行きたいと思います。まあ、南フランスに工場を建てておいたのでこっちの方が強いはず。だったのですがこれ多分工場消えてるっぽいですね。気になったので別データを使って確認してみたところ。このように枢軸に降伏する前にビシーの領土になるであろう州に工場を建てておいてみると、枢軸に降伏した後、工場が減らされていることがわかりました。インフラと対空砲は増えたままなので、何かのバグでリセットされているのではなく仕様なんだと思います。さて、これで今まで工場を建設しておいた意味がなかったことがわかりましたが、さらに悲しい事実が発覚しました。実は枢軸に降伏する前の準備段階で民需工場の建造速度や生産効率にバフがかかる国民精神を取得しておいたのですが、なんとその国民精神をドゴール率いる自由フランスに持ち逃げされてしまいました。国家タグを見てみたところ、ビシーフランスが反乱側として扱われていたため、このようになっているんだと思います。まあ、今更嘆いても仕方のないことなのでこのままビシーフランスプレイを続けていきましょう。ということで、こちらがビシーフランスの専用国家方針になります。国家方針が少なすぎると思った方が多いと思いますが、実は見切れている一番下の国家方針を達成することでフランスの国家方針に戻ることができるので、それも含めれば結構な量の国家方針があるので安心してください。さて、そんなこんなで国家方針を進めていったのですがここで悲しいことが起きました。国家方針が取れなくなりました。このドイツ人への譲歩という国家方針を取るための条件として、パリのアルイルドフランス州をドイツが支配しているというものがあるのですが、残念ながらこの世界ではパリはイタリアの支配下なので条件を満たすことができないんですよね。まったく、枢軸国は信用ならない相手だとわかったので、連合国に寝返る方法を探してみたのですが、なんとアメリカが宣戦布告の準備を始めてきました。違うんですアメリカさん、ビシーは悪いファシストじゃないんですよ。まあ、そんなことを言っても仕方ないので対策を考えたところ、もうビシーがアメリカに宣戦布告されるより先にイタリアに宣戦布告することで、連合国に入れてもらうか、連合国と不可侵条約を結べるようになればどうにかなると考えて、イタリアに宣戦布告の準備をすることにしました。ということで、戦争目標の正当化が終わったので宣戦布告しようとしたのですが、あれ、なんか宣戦布告のボタンが押せなくなっていますね。おかしいと思って国のルールを確認してみたところ、ビシーフランスは他国に宣戦布告できないようになっていました。その上、中核州となっていた北アフリカ地域が自由フランスに離反していってしまいました。まさに泣きっ面に蜂です。しかし、北アフリカが離反したことで一つ分かったことがあります。それは戦争目標を正当化している最中に目標の州がその国の持ち物でなくなると、戦争目標の正当化が中止されてしまうということです。具体的に言いますとさっきまでアメリカは北アフリカのカサブランカの征服を目標に正当化をしていたのですが、そのカサブランカ州はビシーフランスから離反したため現在アメリカは1からモーリタニア砂漠を目標にして正当化をしています。つまり正当化が完了する前にモーリタニアを解放すればまたアメリカに正当化をやり直させることができるのです。ということで、アメリカの正当化が終わる直前にモーリタニアを解放しました。
これでアメリカはまた最初から正当化を始めることになります。さて、次は一体どこを目標にして正当化をするのかなと思っていたら、がっつりフランス本土のリムーザンとミディピレネーを目標にして正当化をしてきました。さすがにアメリカも3回も連続で植民地を目標にはしてきませんでした。しかし、まだ諦めるのは早いです。実は南フランスにはオクシタニアの中核州が設定されています。そしてオクシタニアの中核州はサントルスユド以外のビシーフランスの領土に設定されているため、使える工場や人的資源は減ってしまいますが、オクシタニアを解放すればまだ遅延できるのです。と思った時代が私にもありました。アメリカは大丈夫でもイギリスがサントルスユドにピンポイントで戦争目標の正当化を始めてきました。これはもうどうしようもないです。ということで、連合国と戦争になりました。アメリカに宣戦布告されたことでドイツが枢軸国の加盟を誘ってきていますが、こちらとしては国家方針が進めなくなった恨みがあるので無視します。他にも大日本帝国が大東亜共栄圏に誘ってきてくれていますが、ちょっと遠すぎて来るまで時間がかかりそうなのでこちらも放置です。なぜかはわかりませんが自由フランスが参戦してきていないので、このまま放置して状況が好転することを祈りましょう。さて、あれから半年ほど経ったのですが自由フランスがパリを奪還して、ビシーフランスに統合を要求してきました。これ以上待ってもどうしようもなかったので統合の案に乗ってみたところ、なんと、自由フランスが捜査国になりました。今まで負けしかないと思っていましたがまさかこんな風に勝ち馬に乗ることになるとは思いませんでした。さて、これからは連合国の一員として枢軸国を倒していく、と思った時代が私にもありました。あの後、アメリカがローマを落としたりはしたものの、ソ連はヨーロッパ側の主要都市をほとんど落とされ降伏直前ですし、一時はパリを奪還した自由フランスもブルターニュ地方まで押し返されてしまっています。どうしてこうなった?はい、ということで勝てる見込みが薄いので今回のフランスプレイはここまでとしたいと思います。皆さんも裏切る時にはきちんと勝つ方を見極めてから裏切るようにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。